マノッチです。よろしくお願いします。シャッフルペナントやっていきましょう。毎度変わらずです。よし、やっていくか。今日日本シリーズ第4戦、2勝0敗でございます。まあ、今日勝ってもうね、大手決めちゃいましょう。明日から敵地か、いや違うわ、あ、もうホームで決めれるのか。そっかそっかそっか。じゃあもう今日勝って、明日も勝って、ホームで、優勝決めちゃいましょう。コメント読んできます。さすがベテラン青木さん。なんかベテラン青木ってなると、こうゴルフの青木勲さんっぽいよね。年が変わって最初に一人行為をした日に、日にちとかメモとかしてます？いや、してないけども、昔二十歳ぐらいの時かな、年間のオナニーの回数数えようと思ってカレンダーに正の字つけてたことはあります。7分28秒の翔さんいじらないの素敵。いやいやいや、もうこれはもうね、全力プレーですよ。もう翔さんものですよ、翔さんだけにね。年末に食べたくないものを概要欄に書いてください。うん、わかった。妹が鬼滅の刃見てるけど、自分は全くつまらないなって思ってます。映画見たことない。俺ね、タイミング、やっぱタイミングだと思うんだよね。鬼滅は俺も今見ても全然つまんないもん。奇跡の切り札なら普通は代打で一発逆転で動画映えするイメージがあったけど、うん、そうだね、言われてみると、うん、そうだね。マノチ、ソフトバンクポスティング、まあちょっと調べてはみたんですけども、まあその世界一のチームを目指すんだとかなんやかんや言ってるけども、ちょっと難しいですよね。まあもう、まあこの千賀選手にして言えば、言ってしまえば商品だと思うんだよね、ソフトバンクの。だからもうどう扱おうが、もうソフトバンク側の自由なところあると思うんだけども、ただ言っても人間気持ちがあるからね、そこは俺としてはやっぱ尊重をしてほしいなとは思うけどな。沖縄のガキ使は、2月とか、まあ年明けらしいんですよね。で、そのなんかテレビ局が TBS 富士、テレビ朝日、NHK しかないらしいんですけども、どの局でやるの？日テレがないじゃん。ね。少し早いかもですが、間野さん的にこのシリーズの MVP をあげるとしたら誰ですか？まあ、翔さんでしょうね。うん。なんか、打てなくても楽しい4番って、うん、なんか、遊んでて楽しい。大掃除っていつします？いや、しないね。その大掃除、要はなんか溜めてたゴミをきれいにするみたいなことでしょ、うん、それが嫌だから、なんか頻繁にいろんなところちゃんと掃除するようにしてるから、大掃除ってことはしないかな俺は。マノッチ駅伝見る？俺は駅伝ファンなんで全部見ますけど、見ないね、見ない。年しか、まあ、子供の時とかにね、そのじいちゃんばあちゃんち行ったら映ってるとか、もうそういう記憶しかない。よし、やっていきますか、頑張りますか。まあ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 、今日も勝ちますよ。あー、どうしよっかな、全然決めてなかったな。今日の先発二木選手かな。荻野選手、金子選手いきましょう。どうしよっかな、昨日と同じでいくかな。いや、まあ同じもうね、荻野選手外した時点で無理なんですけども、こんな感じでいきますか。いや、今日石原さんじゃないかな、石原さんで。もうあんま昨日と一緒じゃねえわはい、こんな感じでいきましょう。よし、ユニョーン、これうん、これうい、頑張りましょう。いやー、腰が痛くてさ、昨日の夜チラッとツイートはしたんですけども、まあね、もともと腰痛持ちだから、まあ、たまにね、こうガッツし来るときはあるんだけど、だいたい一晩寝れば落ち着くんだけど、全然落ち着かなくて、今も痛くて、寝返りもね、打つのがしんどいぐらいな痛みさ。
だから今日打てないかもしれない今笑ってても腰に響くんだよね。何か楽な方法ないかね、腰ね。いやいや、ここまで2球で済んでますよ。はい、フルカウントになっちゃったか。 OK、 ちょっとごめん、守備位置確認していいかい。はい、よし、塁でよ。さあ、時は5球目。投げた。打った、流し。ナイマッチ。走るのはやめときますか。ここでね、梅ちゃんバズーカーかが嫌なんだよね。よし、何もしない、普通に打ちましょう。1球目ストライクから打ちました。ナイマッチ。いや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 、どうしようかな、引っ張ろ。投げました。高め、ボール。いや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 、満塁で翔さんですよ皆さん。もういきなり見せ場が来た。ここでフルスイングいくと思うしょ。いくから。いいよ、翔さん、翔さんいいよ。そこじゃないよね、そこじゃない、打つのそこじゃない。よし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 よ。なんか俺の中で面白いなって思ってる選手は本当に打たないいや腰が痛い、本当に腰が痛い今。オーケー、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは DH の鈴木、第3球を。いやーさ、あのさ、全然関係ない話していい？実写動画の方でまあパッと上げてまあチラッと話したんですけども、今うちの猫がね、心臓の病気になっちゃってさ。で昨日も病院行ってきたんだよ。調子悪くて病院とかじゃなくて、お薬もらって、でそのお薬の結果ちょっとどうなるのかみたいな。いや、どうしよっかな、一発いかない。第4球を投げた、打ちました。 OK。 で、まあ、その薬の結果どうなったかみたいな、そのいろんな検査ねしに行ったんですよ昨日。で、まあ、その数字の面ではすごく良くなってて、まあ、その薬の効果なのかな、良くなってて、でその前回行った時よりも、まあ、体も楽になってると思いますよみたいな、まあまあまあいいことですよ、まあ、でまあそろそろいいんだけども、で、ペット保険ってあるじゃん、まあ、ちゃんとうちも入ってるからさ。でその保険料のやつで病院に書いてもらうものがあって、でそれ書いてもらってその保険会社に送るんだよね。で初めてなんだよそれをやるのが。で、まあ、ちょっと分かんないところもあって、分かんないところというか、こうでいいのかなっていう、ちょっとその確認のために、ね、まず病院に電話して、でその後ペット保険の会社に電話してってことをやったんだけども、で2つとも電話に出たのが女性だったんだよ。久々女性と話した久々話した、なんか電話で。でね、多分だよ、まあ多分といっても確率としてはまあ7割ぐらいあると思ってるんだけど、ナイバチいいね。俺のことを好きなんじゃないかなと思って、これね多分盗塁警戒か高めくるわ。来ねえわ、いらっしゃない。ちょっと走ってみる。
二塁送球はどうだ、タッチは絶対俺の声聞いてる先ほどありえない、納得できないもん。ここで引っ張りに警戒した守備位置で変更です。あのね、病院に電話した時にね、惜しい、あ、間野さんみたいな感じだったの、待ってましたみたいな そんな感じだったんでね、多分俺のこと好きなんじゃないかなと思って。で、あと保険会社の方すごい対応良かったの、すごいちゃんと仕事をしてるとかの域を超えてるほどの対応の良さね、優しさね、これでツーアウト、ランナーありません。多分俺のこと好きだったと思うよ。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。投げました、初球を打ちました、ピッチャー返し抜けた、いやー腰痛い、バッターは指名打者鈴木、ちょっと使うわ、一発使う、なんか向こう使ってくんじゃないな、ほら、いや、この読みね、この読みが発動してる間の俺は強いよ、出てこい、あんまり大きな声出したくない、引っ張った、入れば逆転だ、フェンス直撃、急げ、いや、今のはね、一発正解だったと思うよ、一発使わなければ危険する、一発使わなければホームランだったと思う。満塁のピンチで迎えるバッターは三森、投げました、打ちました、いやー今クソ焦っては、押し出しは考えたね、リーアウトチェンジ、では改めて二木、よし、これからマリーンズの攻撃に入ります。バッターはヒーロー中田、所詮打席はスイングアウトの三振に倒れています、打った、ナイバッチ、見ていけ、うんと、うまい、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません、投げました、大胆、うしゃね、空振り三振、最後は146キロストレート、左対左の勝負になります。おお、打ちました、これはいい当たり、さらナイスホームラン、いや腰が痛い、ナイスホームラン、もうほんとおじいちゃんだよ、朝起きるときとかよっこいしょで行くもんね、よっこいしょ考えたやつマジ天才だと思って。幻のおかわり石原、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています、投げた、打ちました、いやちょっとここに来てね、俺が短期決戦の鬼を見せてきてるよね。4回の裏がドラゴンズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。バッター強打の名捕手梅野、いやーなピッチ、空振り三振、打順をトップに返って加藤、今日はショートゴロとセカンドライナー、投げた、いやーナイピッチ、最後は3三振といこう、バッターは2番雄平、投げた、どうも、初球を打った、ライト方向へ持っていきましたが取ってよ、しスリーアウトチェンジ、雪見大福食べて、マリーンズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターは藤見のバックホーム、小深田、今日初球から打ってった、いやー太田選手のホームランでかかったですね、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。ここで打てれば3打数3安打だよね、なんとか仕上げたいですね、引っ張り、第3球を投げた、インコース、いやすげえ、ああダメだった、掴みました、これで2アウト、まあ打つときってあれだよね、指示とか関係なくパンと打つのね、福田、ナバッチ、いいね、みんな打つね、ここでちょっと柳田選手が塁に出てくれれば、おい一発いきましょう、そろそろホームラン見たいでしょみんな、翔さんのぶちかますわ、出てこい、いやこれはもうしっかり打点上げるもん、まあホームランは最終回のお楽しみかな、明日最終回になる予定だから、いや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 、うち強いですよこれ、いいですよ、翔さん帰ってこれないかな、来れないね、ナバッチ、そろそろと、ここまで2打席連続三振、はい、打ちました、フラフラと上がった、
落下点に入った。今日ね、あの俺フェルナンド選手をあのシーズン中ね、レギュラーシーズン中に出してると勝てるんだよねってなんか俺言ってた記憶あるんだよね。結局なんかあれよ、勝利の女神的なポジションよ。低めのボール引っ掛けた、飛ぶか掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番村上、今日は三振と。いや、どこまでいけるかな。できれば完投させたいな。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは5番マーク。さあ4球目。空振り三振。二木、見事ドラゴンズ打線を抑え切りました。6回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは太田、今日2打点。しょうがない。いや、向こうピッチャー変えないんだね。うまくさばいています。太田、いい当たりでしたがセカンド正面。これで第4球を投げました。打ちました。ナイバッチ石原、ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。左バッターボックスは9番小深田、今日は三振。ファーストライバー、あー、まあ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 、しゃあないや。いや、なんか今の不運はやだね。鈴木、投げました。打った、痛烈な当たり。まあちょっとここ踏ん張ろう。鈴木、いいバッティング。まあまあまあ、完投はねもうおまけぐらいな感じよ。できればラッキー。全然リリーフも出していくよ。左バッターボックスは8番三森、今日はショートフライとセカンドゴロ。高めボール球打った、ショート正面、二塁フォースアウト。素晴らしい、腰が痛い。猛打賞見たいね、どうせならね。堂林、神田、堂林、一塁踏んでアウト。バッターは目覚めたガッツ、福田。投げました、ストレート、しゃあないね。三振、ボール球に手が出てしまいました。バッター、レッド、ブンブン丸、柳田、打ちました、ピッチャー返し。ドンマイ、仕方ない。アウト、スリーアウトチェンジ。マリーン、あと2イニングよ、いけるんじゃない。全然スタミナ半分あるわ。バッターは強打の名捕手梅野、今日はセカンド、チェーコース高め、はい、見逃し三振。二木、三球で仕留めてみせました。投げた、外のボール引っ掛けた。二木、ボールを掴んだ。ピッチャーが一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは2番雄平、投げた、ナピチェー空振り三振。三振に切って取りました。ちょスイングアウトの3回の裏、これからいやちょっとフルスイングやめておこうかな。やっぱ明日に取っときたいよね、ホームランね。第9、いや翔さん、そこはホームランでもよかった。指示ハマった時点で俺は期待した。フライですが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター期待の忍者、あーしまった。今日2打点を挙げています。投げた、今のはね違う。なぜなら俺は次で代打青木選手で流し打ちを狙ってたから。いや、あえていこう、あえていこう。このまま今日はここまで3打数ノーヒット2三振。投げた、来た、ほら、打球はそのまま伸びていく。おい、素晴らしい。もう完璧だね、とどめの一発の一撃だね、これはね。バッターは7番太田、今日2打点を挙げています。さあ7球目、打った、サード右のゴロ。いや、わからんよこれ。村上、ボールを取る、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。てかあれだね、ちょっと今守備交代でどっちにしろ変えるから、代打出してもよかったかもね。ほい、守備を変え、よーし、まあまあ、もう完封いきましょうよ。投げた、打った、石原、余裕があります。ファルグランド、あと2つ、ボールを掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番村上、投げました、打ちました。上本、掴んだ、サードから一塁送球アウト。あと1つ、いい当たりでしたがサード正面。マリーン、勝利目前。左バッター、さあここで監督は勝負に出ました。さあ試合の行方を左右する場面、出てこい。勝負に出ます。第4球、一発勝負の腰への響きがやばいな。投げました、変化球、マリオ、いや、このシリーズ第4戦を見事に制
さて本日のヒーローたち、いやーヒーローになっちゃったもん、翔さんおめでとう。まあまあまあやりましたね、これで大手ですね。明日決めちゃいましょうよ。明日はもう翔さんのホームランが約束されてるから1点は確実なんですよ。でまあうちが0点に抑えれさえすればもう勝ちですよね。はい、ということで、大手明日最終回にしましょうね。明日最終回にしましょう。はい、でそうすれば31からラストイニングいけるのかな。俺まだ準備してねえからね、準備しなきゃいけないんだけど何にも準備しないよラストイニング。はい、じゃあ、終わりましょう。終わり、バイバイ。